素敵な卒業生ゲストをお呼びしておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。小林雄介さんです。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ユーリンプロから参りました小林雄介です。本日よろしくお願いいたします。多少面識を持たせていただいておりまして。そうなんです、2年前ぐらいですね、ちょうどちょっと収録で、はい、でちょっとその後お食事なんかをみんなで、はい、行かせていただいて、まさかの個人で連絡先を交換していただくと、そうなんですよ、ちょっとそういうご縁もありまして、ありました。すみません、じゃあのゆうすけくんで大丈夫ですか。いや、もちろんそんな今日応援です。すいません、もう僕下の名前で呼ばれるの大好きなんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあちょっとこれで行かせていただきたいと。ぜひぜひ、ありがとうございます。思うんですが、よろしくお願いします。ゆうすけくんは一応この学校では専科の卒業生。そうですね、うん、週1回コース、僕はちょうどあの社会人をしながら通っていたので、はい、ね、まあ、ちょうどいいコースが AMG にあるなって当時知ってたので、はい、もう結構なんだかんだ卒業されてからも時が経ってますよね。さっき聞いた感じだと13年前ですか。ひー、そんなに。ひーですよ。そんなになりますか。そう、まあ、つまり僕事務所に所属して13年ってことになるんですね、きっと。いやー、時が経つのは早いですね。早いですね。まあ、こういうこと言ってるのがちょっとおっさんくさいんですけど。よくないですね。いや、でももうしょうがないですからね。これもみんなが通る道ですから。はい、うん、分かりました。じゃあちょっと今回からどうぞよろしくよろしくお願いします。お願いしたいと思います。ということで早速今日もですね、はい、そのテーマからまず発表させていただきたいと思うんですが、はい、改めまして、はい、まあ、ゆうすけくん、小林ゆうすけさんといえば、まあ、本当に演技派ということで知られているというようなことをちょっと一応データでいただいておりまして、いや、なんか、まあ、それに対して僕がはいと言いづらいので、そうですね、はいって、まあ、まあ言っていただいて大丈夫だと思うんですけど、恐縮でございます。一応手元のデータですとですね、はい、もうこの第11回声優アワードの新人男優賞、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、でまたあの代表作なんかでちょっとご紹介させていただきますと、はい、リゼロから始める異世界生活、はい、こちらの方でですね、はい、クランチロールアニメアワードというこの世界的な、はい、ま、アワードの最優秀声優賞日本語部門受賞。いや、本当この仰々しい名前かなと思う。いや、まあ、そうありがたいことに、ね、まあ、やっぱり作品自体がすごく本当にクオリティが高かったですし、うん、絵を作られてる人も監督もそう、他のキャストもそう、もうみんなの力があってなんかこの賞をいただけたなっていう感じはあるので、皆さんのパワーをなんか、まあ、集約した形でなんか僕が本当代表でいただいたみたいな気分ではあるんですけど。いやいや、でもそれだけのことがやっぱりね、作品もそうですし、もちろん、はい、ゆうすけくんの中の、まあ、そういう意味では技術ということもあって、恐縮です。じゃあやっぱりそんな素敵な演技力を見たいという方はやっぱ多いと思うんですね。ちょっとすみません、いきなりなんか罰ゲームもらってるような人の顔みたいになってません？大丈夫ですか？え、罰ゲームじゃないんですか？違います。違いますか？ちゃんとしたコーナーですから。あ、そうなんですね。発表していきたいと思います、はい、本日のコーナーは人気声優小林雄介のキャラクター演じ分け披露ということで。はいはい、これはなかなかのハードルですよ。言ってるじゃないですか、ハードルって。いや、まあまあまあ、そうですね、まあ、もうこのオファーをいただいた時に、なんか どういうことをやりたいですかって言われたんですけど、はいはいはい、まあ、正直僕あんまりそのバラエティとかが得意ではないので、あ、はい、何かできることって言ったらやっぱ芝居しかないなと。かっこいいですね。ちょっとそれ だからなんか芝居系の何かをやりたいですって言った結果、すごくハードルが上がったものになったなとは正直思ってます。いや、そんなん言っていただいたら絶対振りますよね。いや、そうですよね。もうちょっと考えとくべきで。いやでもこれ大事なことでですね、はい、なかなかやっぱり実際にこうご披露いただける機会っていうのはやっぱないのかななんて思ったりするので、はい、先輩怖え。そうで、なんかゆうすけくんと絡んでるとすごい楽しくなっちゃうのがありまして、まあ、でも、はいはい、一応アカデミックに発信していくこの番組ですから、はいはい、きちんとそういうところも踏まえた上で、はい、技術披露していただきたいなと思いますので、はい、はい、ということで、セッティングが完了しましたと。あれ、どうしました？え、どうしました今なんか。いやなんかえ、この空間でこういう場に立たされると当時を思い出される。いや、そうなんですよ。なんか客席が見える。そうそう、そんな感じですよね。怖いわ、ということで、はい、今からセリフがちょっとこう結構何個もあるんです、はい、でこれがどういうキャラかっていう触りのお題だけ僕バッと言ってどうぞってどんどん振っていきますんで、的確に答えていただこうという。はい、じゃあ準備よろしいですか？お願いします。それでは行かせていただきたいと思います、はい、まず一つ目、スポーツ系の高校生、熱血なキャプテン気質、いきます。どうぞ。
ついにここまで来たんだな。インターハイ決勝、夢にまで見た舞台。いいかお前ら、ここまで来たから上出来だなんて諦めるんじゃねえぞ。勝負はやってみるまでわからねえ。いくら相手が強くたって気持ちだけは負けんな。行くぞ、俺たちは強い。さあ行こうぜ。はい、オッケー。しゃあ、さあ次のキャラクターどんどん行きます、はい、次は怖くとハイテンションな感じ、行ってみましょう。どうぞ。だから言ったではないか、勝負は初めからついておると。このわしを陥れようとしたばかりに痛い目を見るのだ。それをお主が知っていたかどうか。そんなことはどうでもいい。恨むのならば己の友人を恨むのだな。はい、オッケー。さあどんどんいきますよ。で次はシチュエーションです。恐怖驚きのシーンということで、はい、行かせていただきます、はい、どうぞ。誰なんだお前、いつからそこにいた。その銃を下ろしてくれねえか。俺はまだ何も取ってねえし、何も見ちゃいねえ。信じてくれ。このままここを立ち去れば何もなかったのと同じだろ。ちょっと虫が入ってきてそこに出てったようなもんだな。だから映るだけやめてくれ、お願いだ。頼むよなあ。はい、オッケー。くー、さあいいですよ、どんどんいきますよ。次のシチュエーションです。怒りそして思いやりがある、そんなセリフいきます。それではどうぞ。なんでこんなことしたんだよお前。あいつの気持ち考えたことあるのか。なあ聞いてんのかよ、なんとか言えよ。ふざけんなよ。はい、オッケー。しゃあいいですよ、いいですよ。はい、よいしょ、来た。さあいよいよ終わりが見えてきました、はい、じゃあ行かせていただきます。次はズバリ少年です。こんな叫んだ後に。そうです、はい、容赦なし。じゃあ行ってみましょう。せーの、どうぞ。あそこに街の明かりが見えるだろう。父さんが死ぬ前に言ってたんだ。あそこには仕事がたくさんあるって。きっと僕らみたいな貧乏人も雇ってもらえる。だから僕決めたんだ、あの街へ行くって。ねえ君も一緒に行こうよ。はい、オッケー。さあラストですよ、ラスト来ましたよ。もう一踏ん張り。最後のシチュエーションは最後の告白系です。行ってみたいと思います、はい、どうぞ。この世界で生まれてこの世界で死んでいく、つまらない人生だと思ってた。だけど君に出会えて少しだけ変わったんだ。少しだけ、少しだけど幸せな人生に変わったんだ。はい、オッケー。ありがとうございました。素晴らしかった。いやー、よかったよかった。頑張った俺。